戦を知らぬらしい。みな、あやつらを打ち果たすのだ。これは孫権殿の軍勢か。戦闘が出過ぎているようだな。力を貸そう。暴れまくるぜ。まだまだ終わらねえぜ。よし、ここで防御体制を取るのだ。楽しかったぜ。暴れまくるぜ。まだまだ終わらねえぜ。フッ。
ここは俺たちがもらっとくぜ。もらっとくぜ。宗家をいただく輩など敵ではないわ。見よ、長官様より授けた完璧な布陣を。こちらに向かってきたか。正面から攻め寄せると愚かな。なかなか見事な陣が暴れまくるぜ。だが民のするまだまだ終わらねえぜ。どこかにほころびがあろうか。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。行くぞ。俺たちの獲物はあの場所よ。よし、守りを固めろ。奴らは近づけさせん。
敵の要所を叩く。お前が真の三国無双ってやつか。で、俺が目立たないわけだ。逃げんなよ。今こそ敵の要所を叩く。敵の陣を突破できたか。援軍の働きに。まあ、なかなか楽しかった。将来を嘱望される逸材よ。もらっとくぜ。
っちまった。木曜の再起は無事かな。した兵が消えただと。さては再起を壊されたか。ブラ！天よ、聖烈なる雷の力を我に与えよ。やれじゃねえか。なんだこれ。コキッドってのは妙な力を使いやがるぜ。お、暴れまくるぜ。任務成功か。まだまだ終わらねえぜ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。逃げんなよ。やれじゃねえか。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻まず。天よ、強固たる岩の力を我に与えよ。よし、ここで防御体制を取るのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。逃げんなよ。固めよう。逃げんなよ。
った。全軍進め。逃げんなよ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。ここは俺たちがもらっとくぜ。定まった。昇格様の邪魔はさせに、俺たちの救いは皇天の世にあるんだ。守りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。侵入を許してしまう。やめだやめ、こんなのやってられっかってんだ。敵将太夫が討ち取ったぞ。気を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。逃げんなよ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵の痛いところを突く。天よ、熱烈たる風の力を我に与えよ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。気を蹴散らせ。
我らの進む先は誰にも阻ませぬ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。暴れまくるぜ。まだまだ終わらねえぜ。狙いを定まった。敵の足場を崩し戦意を損。たる氷の力を我に与えよ。いくぞ。今こそ敵の要所を叩く。逃げんなよ。ほら、が止んでしまうとは。力の進行は免れぬか。やれじゃねえか。なんと無用。敵将カユウが討ち取ったぞ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。またも再起を壊されたか。狙いは定まった。敵
敵の足場を崩し戦意を損。行くぜ。それは無の獣め、同志が苦しむよ。天はお許しにならぬぞ。黄金刀を率いる聴覚は倒した。間質に逆らおうなどとするからだ。ハハハハ、黄金なんてた。カユ、お前のさすがは姫じゃ。こたびの戦果は上々であった。残党を蹴散らす。あれほど愚直な奴もそうはおりませんが、いきなり先方を任されたとなれば。ですがあやつは悪く言えばただや義勇軍の活躍により太平堂の教祖聴覚は倒れた。ここに黄金の乱は一応の収束を見る。だが世の乱れが収まることはなかった。都の洛陽では十条寺ら宦官と帝の外戚の一派が対立。外戚に味方した袁紹らが宮中に乗り込み十条寺を撃った。この騒動に乗じて上洛したのが清涼の豪族董卓である。董卓は帝の身柄を奪うと自らは大尉の座につき権力を独占。暴虐の限りを尽くした。諸侯はこの状況に強い危機感を抱いていた。董卓が戦王を極める少し前、帝の縁戚である大将軍家臣が宦官により誅殺される。この機に宦官を排除し帝を自らのものとする。董卓は大いなる野望を胸に秘め家友らを連れ洛陽へと入った。今洛陽では家臣が宦官に誅殺され大変な騒ぎです。それに乗じて炎章や炎術も集っているとか。奴らの狙いはおそらく帝の身からであろう。わしはこの日を待っておったのよ。待っていた？おじい様、どういうことなの？董卓様は黄金の騒動がいつか都まで及ぶだろうと予測されていました。その時こそ絶大な権力を握る皇妃であると。これよりわしらも洛陽へと入る。炎章どもよりも早く帝の身柄を押さえるのじゃ。混乱の中で帝を保護すれば陛下の心は熱くなりましょう。そのままおそばに仕えれば。お分かりですな？お分かりですなってよくわからねえが、使えればすげえ偉くなるってことか。
バカね、一番の芯になるのよ。つまり国を好き勝手にできるってことじゃない。偉くなるのと何が違うんだ。まあどっちでもいいけどよ。それで俺は何をすればいい。帝を探し出して保護するのだ。無論さまざまな邪魔が入ろうが、それらは全て実力をもって排除せよ。つまり帝を保護できれば、それまではお前の好きに暴れてよいということじゃ。悪くない話であろう。そういう話か。よっしゃ、都にいる奴らに俺の強さ。帝ってのを探すらしいが、俺は難しいことは考えねえで暴れるだけよ。東伯じゃね。おじい様にお願い。やる気なのはいい。私が同じ鉄。何、東伯の軍がここにいるだと。やつめ、騒ぎに乗じ帝を奪うつもりだな。東伯に帝を渡すわけにはいかん。わしは守りを固めるゆえ陛下を頼む。Come on.